皆さんこんにちはこれより行政書士合格の取説野端のズバッと重要論点ポイント解説講義民法編第5回を行っていきますよろしくお願いしますはい、えー、まあ民法編もね全6回なんですがまあ、終盤戦になってまいりましたということで、えー、今日扱っていくテーマに関してはこちらでございます、えー、危険負担ですね 危険負担というテーマなので、180ページテキストを出してください。再建法のテーマですね。はいまあ、危険負担解除をまとめていきたいと思いますが、あのここに関しては、細かい話をするというよりも、どういう話なのかというところで理解を深めていただきたいということで、そういったところを中心に見ていきたいと思います。はい、では、いきますね。危険負担と。 うん、あのまず冒頭のところからチェックしていただきたいんですが、危険負担って何ですか、例えばなんとね、建物の売買契約を結んだと、引き渡し前において、落雷など、売った人の奇跡自由によらずに建物が滅出したんですよ。でマイホームを買いましたと、で入居前ですよね、でこう落雷とかで燃えてしまったんですよ。 で落雷っていうと売った人の責任ではないじゃないですか。はい売った人悪くないんだよでも燃えちゃったんですよねみたいな形でじゃあこれって当然買った人からするともう家はもらえないわけですよね。で代金はどうかってことになるんですよ。代金は支払うべきなのか支払わなくていいのかってことです。 もちろん感覚的には、それは物が来てないんですから、建物来てないんですから、払いたくないって気持ち分かるんですが、でも、売った人からしても、私悪くないんですよねってこともあるので、代金は取りたいと思うわけですよ。これ、どっちがその契約のリスクを負担するかってね、話なんです。下の講義使い、見ていただきますと、これ、売買契約をしている状態なんですね。 ですから、えっと、A は B に対して、まあ、お金払ってねっていう代金債権が発生してます。で、B から A にはお金払っていくんだから、まあ、このマイホームを引き渡してねっていう話の債権が発生すると。今回、家が燃えちゃってますから、はい、建物を引き渡せっていう権利は履行不能で消えてます。で、もともと取説テキストも強調していますが、あの、代金債権ね、こっちは消えないんですよ。 残ってるんですね。はい。あの、民法の改正前は、これ、消えるか消えないかって議論だったんですが、もう消えないことは確定してます。で、消えないことを前提に、でも B としては、建物ないんだから、あの支払いを拒むことができるのかなって話ね。そこにつながってきます。はい。で、1番、2番に分けて書いておいたので、確認していきましょうか。1番 建物が売った人 A、買った人 B、双方の奇跡自由なく滅出した場合、まさしく、このもともとの危険負担の事例ですね。このとき、結論としては、飼い主は代金支払い請求を拒むことができます。つまり、代金は払わなくていいと。この契約上のリスクは売った人が負担してください。 つまり、契約結んでも何かあれば代金もらえないことがありますよって話になります。はい。この拒むことができるをしっかり押さえましょうね。では、少し事例変えて、2番。まあ、事例変えてと言いますかね。少し中身を変えて、この建物が買った人 B の奇跡自由で名出した場合、はい。飼い主 B の奇跡自由で名出した場合と。 まあ例えば、入居前だったんですけどね、はい、こう、家を見に行って、そこで、まあ、タバコ吸ってね、ちょっとポーイってして、で、そのタバコの火が原因で燃えちゃってるとか、いう話になってくる。まあ、引き渡し前なんですが、B のタバコの不始末が原因で家燃えてしまうということになってくると、これは B の責任ですもんね。さすがに B の責任で家が燃えました。代金は払いたくない。これおかしいですから。 買った人のせいで滅出した場合は当然これ代金は払わなければいけない買い主 B は A からの代金支払いの請求は拒むことができないとよく考えたら、まあ、それはそうだよねって話で、まあ、結論付けられると思いますがまずここを分けていきましょうねで1番に戻してまあ落雷とかだったりすると A と B 両方とも悪くないんですよね で代金支払い請求、拒むことができるということでまあ話をしましたが、あの拒むことができるだけで、A さんからこう B さんに請求はかけ続けることができるんですよ。あつまり、これ、1年、2年、3年経っても、A さんは代金債権を B に持ち続けていて、B は B で、まあ、代金払えって言ったら払いたくないって拒み続けるってことです。そういう関係性、一生続けますか いいや続けたくないですよねだったら A と B の法律関係をバッサリ断ち切るつまり代金債権を消すって方向で考えていかなければいけませんで消す方法としてはズバッと解説に挙げましたが、はい、別途契約の解除をすると、うん、あの履行不能状態契約したものが届かなければ手元に来なければ契約打ち切れますから契約の解除を B から A にすれば ここの関係は断ち切りますとということですですからあの、こういうことです。家が燃えてしまった。で、B としては、家がなくなっているんだから、この契約打ち切りたい、つまり解除したいと思うんですね。ただ、解除はいろいろとこう書面作ったりとか、時間かかるんですよ。例えば、家が燃えてからね、2ヶ月後に解除をする準備が整ったということになってくると、2ヶ月の間は、 まあ当然、A からは代金請求かけてくる可能性がありますと、で解除する前に代金払いと言ってきた、この2ヶ月ぐらいの間は、この危険負担の規定を使って拒むことができると、で拒み続けて、まあ、いざ準備ができました、じゃあ解除して、この関係性なくしますってことなんで、あくまで危険負担は、契約の解除をするまでのつなぎでしかないというふうに思っていただけるといいですね。はいよろしいでしょうか。 じゃあちょっとこれ気になりません1番は AB 両方悪くないよ2番は B が悪いよ売った方のせいで家燃えちゃった場合のことって気になりませんかちょっとこれ補足しましょうか181ページの下の方に多少スペースがあると思うのでこちらに書きましょうかあの丸 ③ として 売主 A の軌跡、自由により、メ、え、ッ、ー、と、建物が滅失としましょうか。この時は当然、これ、A の責任なので、売った人の責任ですから、当然、これ、A は、 損害賠償ですね損害賠償責任を負いますと、415条1項と書いておきますので、付属の6法でね、一度確認しておいていただけるといいんですが、そう、売った人 A の責任ならば、まあ、これ、損害賠償責任を負わされていくだけで、買った B は A に賠償責任を追及するという形です。 でいいんでですす。が、ちょっと補足です難しい目の話かなというところですが、と書きますね。えー、と今回、A が売り主で、B が買い主だと、で、えーと、家がここにありましてと、で、これが燃えてるわけね。はい、これ、A の責任だというふうにしましょう。そうすると、もともと契約したときに発生している代金債権。 これどうですかこれ消えるの、残るのこれね、どういう事例でも残るんですよ。これ残りますからね。で、逆に B から A への、はい、建物引き渡しの再建、これは建物なくなってるんだから、消えますよね。A、建物引き渡し再建。 これ消えてるわけですよ。でも今回、その代わりといってはなんですが、はい、上にも書いた通り損害賠償です、ね、損害賠償の請求権が発生します。まあ、損害賠償債権としましょうか。 はい。損害賠償債権が発生する。つまり、A は B に代金債権が、B は A に損害賠償債権が発生しています。ですね。はい。で、例えばですけど、こう、まだ代金 B が払ってないっていう形になったときに、まあ、契約したときの、この代金債権が、1000万で、もし、この損害賠償をするときの、まあ、状況で、 建物価値が上がっていて、1200万だった場合、どうなりますかねあの。お金、お金なので、まだそこまで勉強してない方いるかもしれませんが、あの総裁ができますね、総裁。つまり B は、こう代金1000万を払う形になってますが、1200万の損害賠償債権があるんで、これ、総裁できるんですよ。番号を振りましょうか、1番、2番。 はい、B は1と2を相殺して200万の請求ができるという形になっていきます。うん、ちょっと難しいですかね。 そう代金債権は絶対残ってくるのであとはもう B 側からの損害賠償債権があるとすると、まあ、お金お金ですから相殺して、まあ、チャラにしようぜと、まあ、200万円分 B の損害賠償債権が多ければ200万の請求できるということになっていきます。はい、ということなんですね。なのでちょっと事例が、あのー、似てるんですよ。もともと取説につけた事例とあと今回追加した事例は家が燃えちゃったケースではあるんですが 燃えちゃった時のあの飼い主 b さんができることみたいなことはこれ毎回違うので、全てまあ、そこをしっかり押さえておこうがいいかなと思います。はい、あなので今回はあの解、ー、除の細かいところの話は出しません。うんまあ、危険負担中心でまあ、同じような事例ね。家燃えちゃいました。という事例でまあ、買った人が取れる行動の1番、2番と、そして追加の3番ね。まあ、これを理解していただきたかったかなというところです。 はい。えっ、ー、と、今回以上となりますが、次回最終回、民法編最終回6回目、はい、契約不適合責任という話、これはテキストで言いますと、えー、187、8あたりですから、まあ、そこをね、さらっと確認した上で、動画視聴していただければと思います。はい。では今回第5回目は以上となります。次回民法編最終回もよろしくお願いします。